moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。2月27日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CG FM FM ギノワンの電波をお借りして名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。あのね、またツイキャスちょっとちっちゃくなってると思うんですけども、皆さんね、あの双眼鏡用意して見てください。滑り王子マスクマンでございます。はい、この間正月かなって思ったらなんか節分やって、もう次ひな祭りなんですよね。なんか行事が目白押しでなかなかついていけてない。味噌煮込みスキーと、すいません、また画面が小さいんですけども、ちょっとこれ再起動できないのでこのままさせていただきます。ダンサーズでございます。はい、こんな3人が今日はツイキャスでは謙虚にお伝えしますけれども、FM 電波では通常通り放送しております。はい、ということで今夜のテーマは大盛り。今夜のテーマは画面はちっちゃいけれども大盛りです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、コンビニエンスストアに特化した
日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介する前にね、はい、埼玉の郷さんがね、はい、マスクちゃん気合で画面を広くしてってあのね、今日ね、名古屋ね、風強くてね、むっちゃ寒かったんですよ、ね、だからやっぱりね、いろんなとこが縮こまるもんだから、もしかしたらね、いろんなところが、ね、ね、ツイキャスのね、この画面もね、縮こまっちゃったかなと思って、なるほどね、はい、ツイキャスね、たくさんいろいろいただいてます。高坊さん、こんばんはということで、こんばんは、こんばんは、埼玉の郷さん、ダンサーズさん、みそさん、2024マスクちゃん、こんばんはなど、こんばんは、はい、高坊さんね、今週は竜巻のような強風で花粉症が発症してしまったようです。そうだね、なんかちょっと、今年花粉がきついっていうのかな、多いのかな、王子ね、そのいつもならないんですけど、ちょっと目かゆいもん。あ、本当、今年、今年かゆいんですよ、ちょっとかしらね、ちょっとかゆいんですよね、はい、はい、安さやかさん、コンビニ社労士、こんばんはということでね、こんばんは、ね、スポンサーさんでもあります、はい、安さんですね、はい、で高坊さん、あ、そうそう、ひな祭りの話したので桃の節句ということでいただいております。で埼玉の郷さん、気がついたらもう夏休みになりそう。本当ですよ、そう言ってるうちにそのうちはすぐ暑くなっちゃうかな。で、ね、高坊さん、ごめんなさいじゃなくて、ごめんなさいかな。あ、なんか、なんかね、昔近藤雅彦さんの歌なんかなかったですか。あ、けじめなさい。あ、そうそう、それなんかちょっと思い出しちゃいました。あ、うん、私もすぐ分かっちゃった、分かっちゃった、埼玉の郷さん、謙虚とは、てんてんてん、あ、そうそう、画面が謙虚ってことです。あ、そういうこと ね、ツインクルちゃん、ナナちゃんですね、こんばんはということで、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、高尾さん、大森慎一です。あ、そうそう、今日のテーマの大森にかけてね。あ、そういうことね、しまった、もうちょっと森慎一っぽく言えばよかったやって、やって、やるの、やって、お、森慎一です。あ、自爆しました、自分で鳴らしましたからね、はい、今カフボーイさん、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ヒゲを剃っても、ヤクミツルさん、皆さんこんばんわんわんわん、今日は寒い、雨も降らないし、早く長雨が降ってほしいなということで、ね、沖縄の、ね、うんうん、ダムの貯水率がどんどん下がっているので、うんうん、心配ですね、そうですね、はい、沖縄大好きさん、こんばん名古屋って、あれ、またワイプみたいな画面に行って、うん、そうそう、今日は謙虚にお伝えします。で、カッポイさん、でも大盛り最近は全然食べれなくなってるな、若い時は吉野家も特盛りとか食べていたのに、今は波で精一杯、全然大盛りも食べられない、きついということです。あら、はい、まあ、また体調が万全になればね、まあ、なんていうのかな、食べれるようになると思いますよ。その冬場ってね、結構ね、うん、食べれますよね、カロリーを消費するっていうのを自然に、ね、うん、でもほら、年齢とともにやっぱり食べれなくなるじゃないですか。あ、そうですね、くどいものとか ね、 量がね、食べづらくなりますよ ね、 ね、うん、はい、高尾さん、出生って、ありがとうございますで、FMJG 新地さん、こんばんは、お久しぶりです。久しぶりに来たら画面が小さくなってました。そうだ、いろんなところが縮こまってるんだからまたそれ高尾さん、身も縮む思いですねということで、あ、はい、はい、ですね。で、埼玉の郷さんがね、マスクちゃんが寒いこと言ったらもっと画面が縮小するので要注意。ああ、まあ、これは皆様の、ね、判断でございますね。この王子のトークが寒くなるっていうのはね、
私そういうつもりでは、ね、ありませんので、いつも温かくね、あのポカポカした、ね、気持ちでね皆様にお伝えしてますので。高本さん、イエローカード王子って、ね、なんでこれは、ああ縮こまる発言かもしれない、ね、だからそこの縮こまるが皆さんよく分かっちゃうんだよね。で高本さん、みそさんありがとうございます。あ、安さやかさん、みそさんって笑ってるけど FMJ 自身さんがちょっと控えめなモノマネでしたねということで。でも、はい、あの今日は調子いいですよね。あの王子がね、みそちゃんにねやってねって言ったらちゃんとやってくれましたから。でもちょっとなんかやっぱり滑りをいただいた気がしますよね。だから、ね、分からないでしょ自分でどこが滑ってるか。いやいや、私は感じましたよ。感じたの？感じました。あら、感じました。そうなんですか。はい、はい、じゃあメールお願いします。あら、まあ、ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、滑り王子こんばんは、こんばんは、コンビニ社老子の安さやかです。あら、まあ、ドキドキしちゃうよ。ごめん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもポン出しでお世話になっております。ありがとうございます。とんでもございませんよ、はい、本当に。本当ですね、こちらがお世話になっております、ね、うん、そうだよ、うん、もうね、ポン出し聞くたびにドキドキしちゃうんだもん、本当に、ねね。あら久しぶりに、メールしてみました。今日のテーマ大盛りですね。昔自分が働いていたコンビニではソフトクリームをその場で巻いてお客様に渡すサービスがありました。その時普通の店舗では巻き方が一巻き半というルールだったのですが、私がいた店は少し特殊なところで3巻き5巻きくらいやって、OK と言われていたので、すごい、毎回ソフトクリームのオーダーが入るたびに心臓がドキドキになっていたことを思い出します。あ、たくさん巻いていただけたってことですね。その巻き方をエンターテイメントな巻き方、通称エンタ巻きと呼んでいました。はっきり言って原価割れです。あ、そうだよね、タワーになっちゃうんだもんね。原価割ればまずいですね。うん、でソフトクリームって皆さん巻いたことありますか？めっちゃ難しいんです。なので3巻きとか5巻きなんてもうソフトクリームタワーが倒れるかどうかの瀬戸際で、失敗したらやり直し、原価割れがさらに割れてマイナス、売るだけ赤字という状況でしたが、お客様には好評で、近隣のお店でエンタ巻きと言ってうちはそんなのやってないと怒られたお客様からクレームが入ったとか入らないとか。そうだよね、隣ではやってんのにって。ねえ、あそこはやってて、あの、うん、あ、こっちはやってないのって言われたら ね、 ね、そうですよ ね、 ね、うん。長くなりましたが、ソフトクリーム巻く量はほどほどにでした。ありがとうございましたということでございます。そうだよね、でも今あのいろんなお店でこう自分で巻けるとこありますよね。あの、あと朝食のビュッフェでもたまに、うん、なんかこうソフトクリームがあるところがあるんですよ。はいはい。でなんかこう自分でこう自分でソフトクリームを出して巻いてとかやるんですけど、うんうんうん、うまく巻けます？あの結構ね、あの上手ですよ。お、うん、結構上手。そうなんだ。結構タワーできるもん。タワでもあれもちょっと固めの方が巻きやすいですよね、うん、あ、もちろんそうです ね、 ちょっとたまにフリーザーがねうまくこうね、うん、冷えてないのか。そう、ちょっと柔らかめってやっぱ上手くならないですよ ね、 ね、 ね、あ、あの埼玉の子さん、カラオケでもできるよねって。そうそう、ありますね、はいはい、カラオケでもこう、うんうん、ドリンクバーのところにソフトクリームがあるところ嬉しいですね、はいはい、うん、あれをね普通に何でしょう、メロンソーダとクリーム、あ、そう、ソフトクリームでね、うん、勝手にクリームソーダを作るのが好きです、私。あ、でもいいですよ ね、 ね、うん、で、あ、高本さんがね、今日の沖縄県のダム貯水率 44.4% です。あ、うん、ちょっとこの時期の 44.4% はちょっと深刻な気がしますけどね、うんうん、で、あ、あんつばさん、こんばんは。こんばんは。忘れてたわ。あ、番組聞くの忘れてたのか。あ、そういうこと。あ、で、滑ると画面小さくなる。え、だってまだ、オープニングぐらいの感じでございますよ。オープニング、もう、ただどこが滑ってるかをね、皆さんあのご指摘していただきたいなっていう、ね、うん、思ってますけどね。はい、あ、ジュンニーさん初見ですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。愛知県民ですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組愛知県から放送しておりますけれども、沖縄の電波で発信しております。はい、はい、というね、はい、はいはい、あのね、うん、あの安さんのこの締めができてないので、ね、あの安さん、メールありがとうございました。
あ、うん、はい、うん、あのね、あ、閉めてなかった、閉めてなかったですよ、あらら、うん、はい、続いてですね、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、はい、ありがとうございます。ダンサーサミソさん、滑るスペシャリストの、え、お、え、あ、王子、あのね、王子ってね、あの答えるっていう字を書いて王子ってね、言ってくれてますんで、読み損なったかなと思いましたよ。こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ありがとうございます。高校生の頃バスケット部に所属していた僕、今も覚えていますが、野球部との合同合宿、あれは地獄でした。その理由はマネージャーたちが作った手作りカレー、あれは美味しかったのですが、ただただ一人ほぼ大盛りのカレーを5杯食べなきゃいけなくて、え、5杯え、それを食べ終えたらすぐ練習でした。あー、だから野球部の、うん、子たちがたくさん食べるってことかな、うん、でそれとあの同じようにバスケット部の、子たちも一緒に、ね、5杯食べなさいっていうあ、これもあのお相撲さんレベルですね、すごいですね、うん、走り込みやら筋トレやら、当時の僕、いや他の人も思ったはず、嘘だろうと、そんな激しく動いたら後がやばいぞだよね、そして練習が終わったと思ったら追加で雑炊を2杯食べる羽目に、しかも夜中の時間、その後他の部員たちがトイレに行ってどうなったのかは言うまでもありません。あー、そうですね、うん、部活をしている今の学生たちは合宿はどう過ごしているのだろうか気になりますが、ただ僕は二度とあんな目に遭いたくないと当時は思っていました。そうだよね、結構食べるのもね、うん、異常に食べさせられるとちょっときついですもんね。あー、でも合宿ってそんな感じなんですか。いや、あのね、王子はあんまりそれはなかったですよね。ただ練習量はこう、うん、多くなりますので、そんなに食べるっていうあれはなかったんですけど、うんうん、でも食べるのもきついと思う、うん、入らないのにもっと食べなさいってそれ辛いですね。それ関取レベルだもんなんかもう本当にお相撲さんがこう、ね、うん、体を大きくするために、そうそう、ね、そうなんです、するために食べなさいみたいな感じになってますよね。はい、沖縄大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあメールいきますね、はい、ヤンポーさんからです。はい、ありがとうございま す。こんばんは。して、大盛りね、俺の飯は毎日大盛りですけど、沖縄そば用の器にご飯を盛りますって、結構な量ですよね。ちなみにご飯は目分量で炊くので、毎日何合炊いてるかは分かりませんただラジオ沖縄のリスナーからは T シャージパラダイス案件と言われてますけど、米の袋から炊飯器の鍋に米を入れて研ぐのでびっくりしましたかって。おお、でも普通そうじゃない、お釜、ね、でも研ぐ目分量で炊くって何個かわからないけど、水の量はちゃんとできてるのがすごいなと思って。今あの王子も適当ですよ。え、あの計量カップでとかってないですよ。結構そうなの、結構あの目分量、このね、お米こんだけ入れて、あと水こんだけっていうのは、うん、あのよくね、うん、手の甲で、そんな勘でできるのね。あの手の甲でお水 の、うん、あの量って測るって言いません？あ、はい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 、うん、だから王子それないような感じですよ。あ、だからだいたいお米このぐらいで、水はこの辺の感じで、そ う、 そ、 う、はいはい、そうなんです。だからその、ね、何 cc とかとかね、あ、そういうのでもちゃんとそれ研げる、研げるというか、ちゃんとうまく炊けてるからいいですね。一応すごいすごい、うん、へこれ ね、 あのね、昔あのテレビ見たらね、うん、あの明石家さんまさんがね、あの言ってたんですよ。で、うんうん、でこう手の甲でぐらいの水でこうね、うん、あの、うん、測るっていうのはね。ジュニーさんが何合炊いてるかわからないってびっくりされてますね、はい、で、おかゆにもなる？おかゆにもなる？どういうことだろう？お水たくさん入れすぎちゃうってことかな。そうか、うんうん、なるほど。で、埼玉の郷さんはね、お米研ぐときはザル派だそうです。あ、そういう方ね、あの、たくさんいらっしゃいますね。あとね、ね、何、ホイップなんかやるときのあれじゃないですか。泡立て器、うん、うん、あれでやる方もいらっしゃいますね。あ、いますね、うん、シャカ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 って、ね、あんつぼさんがね、うん、指の第二関節で測るとか。うん、あ、なるほどなるほど、うんうんうん、そうか、そう、なるほど、うん、うんうん、そうね、なんかそれも聞いたことありますね。あ、そう、うん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 、みんないろいろ、そうです ね、うん、あるんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、ついでですね、はい、こちらはですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございま す、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。食堂などで大盛り無料などと書かれているとつい大盛りでと頼んでしまいます。あ、そうだよね、うん。年を重ね、普通盛りで腹8分目にした方が良いのだとは思うのですが、大好きなラーメン屋では中盛りがあるので中盛りプラス餃子を頼みますが、それでもお腹いっぱいになりますね。皆さん大盛りまだいけますか、ということでございます。お、結構でも王子、うん、大盛り、うん、あ、大盛り派、うん、大盛りにしますね。だから今ね、あのプライベートジェットさんと一緒なんですよ、うん、無料と聞くと大盛りにしたくなる。あ、なるほどね、うん、プラス30円とかだったらやめる。いや、でもあのそれぐらい、そ、でもその時はね、うん、あの お腹の具合でしょうね、多分、まあ、感覚なんでしょうね。なるほどね、うん。まあ、この前私あれですよ、あの某大なんとか屋っていう、うん、あのお店行きましたけど、うん、大盛り、うん、プラス30円だったんです。お、はいはい、なのでやっちゃいましたけどね、うん、でも30円なら安いですもんね。安いですよ、うん、実際ご飯の量、うん、どうだろう、 1.5 じゃないですね、 1.7 ぐらいありましたね大盛りだ、うん、本当に、はい、大なんとか屋ですけど、うんうん、多いですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあメールいきますね、はい、ゼニガタ警部さんからです。ありがとうございます。本日のテーマ大盛りといえば、昔からガチマヤーな私は大食いに挑戦したかったという憧れがあり、今月の12日の深夜2時頃に那覇市の雲路にある居酒屋さんで人生初の 240g ある大盛りの超激辛パスタの大食いを10分以内に完食した場合は2万円を手にすることができると意地になって大盛り激辛パスタに挑戦しましたが、結果は5分近くで約 100g 食べたところでギブアップになりました。これってそうか、量よりよっぽど辛いんだよね。激辛なんだ、うん、ねえ、うん、事前対策したにもかかわらず残念な結果に終わりました。終了後店主に激辛パスタの内容を聞いたところ、この激辛香辛料はインド産で2007年当時世界で一番辛い香辛料としてギネスブックにも記録され、辛さはタバスコの1000倍以上の辛さだと店主さんは話し、成功した人は10人に1人の割合でしか成功してないと言っていました。お三方さんは大盛りの食べ物で大食いに挑戦したことはありますか、ということです。大盛りはないですけどね。あなた辛いの好きじゃないですか。辛いけど、そのタバスコの1000倍、うん、多分めっちゃ辛いと思うよ。ね、うん、まだココイチ何辛なんでしょ。いや、今あのね、前、もう10辛が最高でしたので10辛食べましたけど、はい、今15辛とか20辛ありますね。へ、今ありますね。ね、最高10辛は食べれますもんね、うん、食べれます。すごい、それは食べれますまあまあすごいですけどね、それも、うん、だからでこの間ちょっと見たらね、15から次はね20からっていうのありましたんでこれどうなってんのと思ってヤスさんがえぐって一応まあ、まあ辛いのは好きですけども、でもね本当の激辛ってね、あの舌がなんていうのこう、はい、ピリピリしてこうバカになっちゃうじゃないけど、うんうん、なんかそれ以上なんかお口に入らないような感じになりますけど ね、あのジュニーさんがココイチ2辛がせいぜいって、そうですよ、2辛ぐらいがせいぜいですよ、本当に。あの ね今のこの大盛りってね、まあ、王子ね、大体あの唐辛子、はい、うん、こういっぱいかけるんですけど、結構ねあの、まあ、有名メーカーのね、あの市販で売ってるのはね、そんな辛くないんですよね、やっぱり。うんうん、なんか、まあ、特別仕様って言い方変ですけども、こうハバネロとかね、そっちの系統が混じってるとかだと、うん、あ結構辛いなと思うんですけど、うん、でもあの島唐辛子も多分辛いですよね。あ、辛いですよね、うん、あれ一番なんかね、あのいい感じで、ね、食べれますね。カープボーイさんがそんなに辛いの食べたら次の日トイレとお友達になるんじゃないのって。あ、友達になる時もありますけどそれがねまたね、うん、結構ね、もうね、まあこれまあ簡単に言うとね、お尻がね熱くなってますね。
あ、ヒートアップですかね。ヒートアップしてますね、うん、高尾さんがさっきのね、ダンサーズので大きな戸のあれっていう、まあまあそうですね、大きな戸のあれっていうお店ですね、うんうんうん、なるほど。埼玉の郷さん、普段ご飯は大盛りなので外のご飯は大盛り感がないって。ああ、そう、じゃあ結構ご飯をたくさんね、うんうん、召し上がるんですね。あんつばさんが吉野家の超特盛りはまだ頼んだことないなって。あ、超特盛りって実際どれぐらいの量なんですかね。特盛りって多分あれのことかな、その超特盛りって書いてある。超特盛り、特盛りってあれですよね、普通盛りのご飯の2倍ですよね、うん、そうそう、じゃあ超特盛りってまたさらに、またさらに、さらに昔っていうあのメガ盛りってやつ 2.5 倍ぐらい、どうなんでしょうね、ねえ、あ、でもね、あんつばさんもね、あのね、ウォーカップ焼きそばでは、翌日お尻が痛かったよってそういう時ありますよね。結構ね、辛いのね、あの、うん、カップ麺でもありますからね。ねえ、またその刺激がいいっていう場合がありますからね、うん、と言って別にあの王子はそういうあのマニアではございませんけどね。そういうマニアってどういうマニア。あなた味覚も滑ってるよね、うん、え、本当、うん、ああ味覚がね、それは滑ってるというよりかですね、うん、まああのまあ、生まれ持った体質でございましょうな。やっぱりじゃあ生まれ持っていろいろ滑ってるわけだ。あのね、うん、でも本当にあの、うん、子供の頃から辛いの好きなんですよね、ずっと。本当に、うん、え、それは何、あの辛いのはなんかこう辛いのをたくさん食べて訓練するとかではなくて、なくても元々辛いのは食べれる体質ってこと、うん、そうそう、だからね、あのじいちゃんばあちゃんからね、あのお尻痛くなるよってよく言われましたもん。あ、でも別にそんなことないよ、うん、あんまりそんなあのイメージないんですよね。もう、うん、じゃあやっぱり味覚、生まれ持って味覚が多分はあると思います、うんうん、高尾さんが、え、生まれる瞬間に滑ってこの世に誕生したのですか。あのね、あのね、滑りがないと出てこないからね。おだまりで、もういろんな方にこう流れていくでしょ、あの王子の話が。ね、本当辛口ミルクを哺乳瓶でってジュニーさんが言ってあー、でも辛口ミルクっていうのはそういう発想なかったですね。こう甘口は分かるんだけど、うん、すごい甘くてこう飲みづらいぐらい甘いのっていうね、うん、あのミルクに入れる方いらっしゃると思うんですけど、うん、それもホットミルクにね、あ、お砂糖ね、うん、でもね、それはあるんですけど、辛口ミルクってどうやったら作れるんだろうねえ、あのタバスコとか入れると色変わっちゃうしね、やだなあ。でもね、あの塩でもそうなのかな、塩辛いって言いますもんね、その辛口なの。だ、塩だとこう色的にも、高尾さんが七味唐辛子って聞いてるけど、いや、七じゃなくて一なんですよね。あ、そうか、うん、そう、七味はね、マイルドですもんね、いろいろね入ってるから香りがね、うん、そうなんです、うん、あ、岐阜の9人のバーバーさん、こんばんは、こんばんは、食事終わり、これから食器洗いしながら聞きますねっていうことで、あ、今日はね、お食事をちゃんと終了されて、うん、ね、いつもたまにあれです、ご飯作りながら聞いてますっていう時があるので、うん、今日はご飯を食べた後にね、よかったよかった、よかったよかったです、うん、あの満足した後にですね、またこの王子のあの、ね、トークを聞いていただけると ね、あの食器洗いをね、うん、あのこう楽しくね、楽しい時間になると、うん、そうですよ本当に、うん、いやちょっとね、気になるのはトークでね、食器を割らない、ね、ああ滑っちゃう、手が滑っちゃう、うん、いや滑りがいいと、あ、いやいや、でもあれかな、ダメダメダメ、滑りが良くて、はい、手が滑ったらお皿はちょっと大変じゃないですか。でもね、あれ今、そういうあの洗剤、洗剤、うんうん、でよくキュッキュッってなってさ、キュキュってなって、よくあの油を落としますよね、油がよく落ちて、うん、お皿がキュキュってなるよっていうやつね、で結構そういうの多いですよね。なんか洗剤ってそういう名前ありましたね、うん、なんかあるね、ああ、そういう商品名もありますけど、あ、ありますね、ただ実際にね、綺麗に油が落ちると、うん、お皿がキュキュってなりますよね、うん、だから多分それはあの大丈夫でしょうね、お皿を洗ってても滑ることがないっていう、ああきちんと洗えたから滑らないってことね、うんうんうん、まあ、ただね、あの王子 のトークにドキドキしちゃって手が滑るって場合がございますけどね。王子滑ってます、どこがどこがって教えてほしいもん。でもね、なんとね、あの岐阜の9人のバーバーさん、
食洗機が故障したので食器洗いが辛いって、あーこの時期ですね、うん、でも今皆さんあれですか、こうビニール手袋とかしてこう洗われてるんですかね。そのビニール手袋だとまた滑るんですよ。あ、そうなの？あ、そうなの？まあ、いやもちろん 手が荒れるからしますけど、はい、うん、たまにね。でもなんかこうよく洗えたかね、うん、分からないからね。やっぱり結局素手でって言ったら、はいはい、あつまさんが素手よって。毎日こう洗い物されてる方ってこう赤切れとかする方、ね、うん、いらっしゃいますもんね。まあ、手荒れがありますもんね、うん。王子はお皿洗ったりする？洗いますよ。お、偉いですね、うん。うん、王子洗いますよ、結構。なんかね、そういう作業をしてると、そういうのは執事がやるんじゃないの？っていうよりかですね、うん、そのまま山盛りになって、うん、誰もいなくなりますので、うん、お皿だけが放置する、うん。そうしないと王子が食べる食器がないっていう。え、ちょっと待って待って、それは何？食べる食器がないから洗うってこと？そう、丼とかがね、あれ、うん、もう全部ないわみたいな、あれっていうね、これはどうしてもね。うん、ちょっと待って待って、な、何そのみんな、じゃあそのあるうちはその食器棚から出して、はい、で何、うん、どんどん山盛りになるでしょ。山盛りになっていくね、うん、そうしたらあれ王子がこれで食べたいのになと思う時に、うん、皿がない、ね、器じゃなくて平皿しかないとかさそしたらもう洗わざるを得ないでしょすごいシステムですね、うん、ちゃんと一応何でもできるんですけどいやいや、うん、いやいや、いやすごいなと思って、うん、そのシステムがね、そのシステムが、いやだからみんながこう何食べたから洗うとかじゃなくて、はい、食べるお皿がないから洗うっていうシステム、うん、そういう時が多いですねうん、あれと思うあれこうちょっと大きい器が欲しいのに全部使われてないですね。王子のお家どうなってるんですか、うん、まあどうなってんだろうね。あれ羊いるんじゃなかった？羊はね、最近はねダメなのよ。もうね反抗期が多くてね、うん、反抗期が多くてね、うん、羊がなかなか言うこと聞いてくれないもの。でもそれ羊じゃないじゃないですか。もう純兄さんなんてもう羊が洗うって羊の動物の羊の絵になってますけど。うん、高尾さん結構またいいとこついてくるよね。王子食器洗うときは泡立ててるよね、うん、そりゃそうでございますよ。なんかね、うんうん、この泡のところに空間が空いてるのがなんか気になる。ただこの皆さんこの泡をねちゃんとご理解していただいてるところがまたありがたいですね、うん、ほうってそうじゃなければね話が続きませんよね。え高尾さん、うん、それは超食器ですねってなかなかこの、はい、今、うん、滑りの効果音じゃなかった、殴りの効果音を今、はい、リスナーさんに知りませんでした、はい、ほら高尾さんがいてって、うん、ちょくちょくやるよね。ちょくちょくやるよね最近ね。容赦ないです、ね、容赦ないですね本当ですよ、うん、リスナーさんにも厳しいですねこの番組ねはい、ということで、うん、じゃあ CM の後は名古屋は栄養コーナーいきます。はい、はいはい、自由な名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町串さんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 串ちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。
橋長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーでございます。はい、うん、ちょっと今ね、私たち映ってませんけれども、うん、ちゃんとスタジオにおりますので、そうそう、ご安心ください。というのはね、多分ね、王子のね、このね、髪型がね、アフロヘアみたいになってるもんですからね、うん、あんまり皆様にねチェックされると困りますんで、うん、ちょっと小さい画面からまたちょっとね、うん、見えないようにしましたちょっと小さくなりすぎて見えないよこれじゃあだよね。はい、で名古屋栄養コーナーということで、うん、今日テーマ大盛りですけど、うん、みそちゃんはね、名古屋のね、喫茶マウンテンってご存知あります？はい、うん、存じております。あそこはね大盛りですよね大盛りですね、あでもこの間もね、うん、またテレビでやってましたけれどね、はい、甘口抹茶オグラスパ、はいはいはい、ね、ちょっと奇抜なね奇抜なね料理が出てきますね本当。ジュニーさんがマウンテンでそうなんて言いますけど、うん、本当ね、あれ完食できないとそうなんて言うんですよね。あ、そうなの？そう、うん、で全部食べると、うん、頂頂っていうね。そう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 。だからね、初めて行かれる方がね、うん、一人前をね頼んで皆さんとねシェアするのはいいんですけど、一、うん、人ずつ頼むと全然食べれないっていう。食べれないです。いや、だから作戦としては、その一人がスパゲティを頼んで、一人がちょっとデザートっぽい、うんうん、まあ、夏だったらかき氷とか頼んで、うんうん、で、まあ、シェアして食べるみたいな感じで食べてましたけど、いやもうすごいですよね、うん、スパゲティね。そう、スパゲティ、ね、もうジュニーさんもいちごスパゲティって言ってますけれども、うんうんうん、いちご味もまたなんかねすごいんですよ。食べたことあるの？それ甘い、ありますけど、うん、いやもう一口いただいただけですそういうことね、誰かのもらった思いがありますなんかね王子ね、もうそのイメージだけでね、なんかすごい食べづらいんですよね。この甘いものがの、ね、パスタにかかってるとかねどうやって食べるのみたいな ね、でもね、一応なんか食べる人がいるっていうか、器物はいますんでね、うんうんうん、完食することもあるんですけれど、まあ、残すことが多いですよね、うん。ね、ここは本当に有名でね、喫茶マウンテン。でも名古屋はやっぱりね、うん、基本的にデカ盛りと言われる、うん、デカ盛りの聖地とか言ってテレビで前やってますけど、大盛りっていうか結構量多いんですよね、うん、そうですね、うん、なんか量が多くないとお得感がないみたいな感じはありますよね、うんうんうん、そうですね、うん、ただね、今だとその麺なんかだと、うん、替え玉はいはい、っていうのが多くなりましたよね。で、やっぱりおつゆの中にずっと大盛りでどこどこ伸びちゃうとかさ、あ、そうですよね、多分そういうことがあると思いますんで、うんうん、でももうちゃたっと食べれるんだったらね、ね、大盛りでもいいと思うんですけど、うんうん、ちょっと時間かけて食べちゃうと、うんうん、伸びるっていうのかな、うん、麺がね、うんうん、で王子ね、ラーメンとかカチカチ好きなんですよ。あ、固めのね、うん、固めが、うんうん、でそれでずっとね、なんか伸びてくにゃってしちゃうと、うん、なんかね食べづらいなって、うん、そういう気持ちになっちゃうんです。くにゃっとしていると食べづらい、うん、なんかふにゃっとこう麺が柔らかいのがあんまり得意じゃないんですね。あ、うん、そういうことですね、うん、まあね、九州ラーメンとかだとやっぱ替え玉とかって言ってね、そうそうそうそんな感じで、うん、いつまでもね、その麺が伸びることなく食べれる、うん、ますよね。でも大体もうそういう九州のあれでもなんだっけ、バリカタとかさ、針金とかさ、はい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 、うん、粉落としとかそのレベルですもんね。ね、ジャッとこう茹でてそのまま、うんうん、スープが入ってるみたいなね。そういえば大盛りで思ったんですけど、
普通に味噌煮込みうどんとかって、はい、うどんですけどご飯つけますよね。つけますね。あのランチ大体ついてますし ね、うん、あ、そうそうそう、普通にね定食屋さんで味噌煮込みうどんって頼むと、うん、定食屋さんだからちゃんとご飯ついてきますもんね、うん、はい、そうですね、炭水化物炭水化物みたいなねだからよくあの大阪のあのお好み焼きにご飯がついてくるっていう、うん、あの感覚ですよね。多分そうなんでしょうね。そうそう、だから、うん、あの味噌汁感覚といったら変ですけど、そうそう、うんね、そうですそうです、うん、またねその味噌煮込みを食べた後のつゆ、ね、そうそう、うん、ご飯をねかご飯にかけて食べるとか、うん、あのそうですね、そこの味噌煮込みうどんの方 に、うん、にご飯を入れて食べるとかね、うん、そんな感じで食べますけどね、はい、そうですね。ってことは結構やっぱり名古屋の人って量多いの好きなんですね、やっぱりね。そうですね、あの結構食べてますよね。ね、うん、そうですね、うん、そうだからたまに関東の方に行くと量足りないって思ったりするんですよ自分、うんうん、ね、なんか、うん、あ、なんか関東の人はこれで量足りるのかな、うん、みたいな感じで、うん、うん、って思ったりしますけれどね、はい、そうだね、うん、まあ、結構多いとこ多い、多いってか、ね、お店では多いですね、多いですよね、うん、まあ、それが普通って場合もありますから ね、うん、はい、ということで、はい、名古屋は栄養コーナー大盛りの話でした、はい、キユナ名古屋はい、カープボーイさんがツイキャスであの特産品作るって言ってカレーのカレーうどんの下に最初からご飯入れてるの開発したの愛知県でしたっけっていうのは、そうそうそう、豊橋のね、うん、カレーうどんが、はいはい、そのご飯のカレーうどんの中にご飯が入ってて、うんうん、とろろが入ってて、うんうん、でそうそうそう、それでカレーうどんになってて、そのカレーうどん食べ進めていくと最後にその残ったカレーとご飯でカレーうどん、カレーうどんというかそのご飯を楽しめるよっていう、うん、その残りの汁の話ですけどね。あ、そういうこと、うん、そうそう、愛知県の豊橋ですよ。そうですか、はい、ね、はい、ということでメールお願いします。はい、じゃあこちらはですね、岐阜のキュウリのバーバさんからです。ありがとうございます。キュウリ屋の皆さんこんばんは。私は小食なので山盛りのご飯やラーメンを見ると食欲がなくなります。あら、沖縄の食堂は安くて美味しいですが、かなりご飯が大盛りですよね。なので注文するときにご飯半分でとお願いしています。体力をつけるためにはもっと食べるようにしないとですね。iPhone から送信ということでございます。はい、まあ、女性はね、まあ、なかなかね、ご飯半分とかね、うん、ちょ小盛りにしてくださいとかね、そういうこと多いですよね、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。キウ名古屋の皆さんこんばんにゃ、こんばんにゃ、読谷村のフルムーンイカリです。ありがとうございます、ございます。大盛りといえばやはり食事を連想します。食事は人を明るくする、それが大盛りってなると人はもちろん周囲も明るくするなと思います。大盛りの食事は目の前で出されたら絶対テンション上がりますよね。しかし実際食べるとなると年齢的に過ぎない方がいいっていうのもありますよね、ということで、うん、うん、ですね、年齢的にやっぱり腹八分目がいいんですけど ね、うん、大盛りになってるとやっぱりついつい食べちゃうんですよね。そういうことですね。はい、はい、続いてですね、はい、こちらはあんずばさんからです。王子みそさん、ダンサーさんこんばんは。こんばんは。いい出会いがあり体調が良いあんずばです。あ、いいね、いい出会いがあり、いい出会いがあり、いいね、え、うん、なんかいいことが起きてますよ ね、うん、ね、ご飯は未だに大盛りですね。ご飯茶碗ではなくて丼で毎回 1.5 合食べてて、カレーになると2合のご飯で食べてます。おお、2合すごい、すごい、うん、年を考えたら体重減らすために茶碗サイズのご飯にしないと
だけどやめられないんですよね。これ言っていいのかな、あ、でも最近体重落ちて帰宅後体重計測ったら 94.1kg でした。去年は 97.5g。 あ、結構パワフルですね。パワフルですね。ね、というね、あの安妻さんなんですけど、ツイキャスのね、はい、夜の水は、意外と暖かいって、これはどういうふうにあの理解したらよろしいの？これもしかしたらあの王子のあの好きな方の夜の水？おだまり。はい、メールいきます。おだまり。はい、メールいきます。はい、高坊さんからです。ありがとうございます。私はまだ無知だった頃、飲食店にある大盛りっておかずが多く盛られるものだと思っていました。ところがおかずの量ではなくご飯の量が増えると知ってからはなんとなく損した気分になりましたね。それ以来よほどの空腹でない限り大盛りのオプションは使いません。あ、使ってません。大盛り、小盛り、私は並盛りということで、はあ、はあって何なんか普通に聞いちゃいました。やだ、普通にリアクションお願いしますよ。はい、あんつまさんが王子違います、食器洗う時の話ですって。ああそういうことね。ああそういうこと、はい、そしてあの山中さん、税理士の山中さんです。こんばん名古屋。前職の職場が大田区の大森でした。あれん、滑った？あでも全然いいですよね。うん、そういう問いかけすごい好きだな、おじ。ちょっといいですか、はい、私ね、名古屋栄養で言おうとは思ったんですけど、はい、いろいろちょっと今思い出したことありまして、はい、ちょっとすいません、カットインしちゃって、はい、カットイン、滑りないと、はい、はい、やります。おうおう、うん、はい、やります。うん、はい、一応予告しておきますね。はい、やるんですよ。そうそう、名古屋栄養コーナー告知って書いてあるのに、うん、ダンサーズが一向に喋らないから、うん、あ、何もないのかと思って、カメラに聞い取られてました、うん、ということはまたこうチャレンジャーがいらっしゃるってこと？うんうん、おういるんですよ。はい、もうこれ発表しちゃっていい？あ、どうぞどうぞ。いいの？はい、いいの？はい、はい、一応3月19日はいはい火曜日、はい、まあ火曜日なんですか。火曜日ですよ。まあそうだよね、火曜日だよね。他の曜日だったらどうしようかと思った今だよね。うん、まあ、ヒーフビーツバーではやりませんけど怒られるわ、うん、やるんですよ、うん、3月19日、はいはい、チャレンジャー、うん、チャレンジャー山中智文さん。おお、これチャレンジャーではチャレンジャーなの？ではないですよ。挑戦者みたいになってる。いや、じゃあ違いますよね。まあ、なんて言ったらいいんですかね、うん、同胞というんですかね、まあ、仲間というんですかね。同類にしちゃってるの？まあ、だから、まあ、至って、まあ、普通なお話になっちゃうんだろうなと思って、うん、なんか楽しみですね。うん、楽しみ、うん、いつもと違う雰囲気で、うんうん、はい、まあこうね、よく皆様が言う、こう滑ってるようが多分ない、うん、放送になると思うんですけども、うんうん、まあ、どうでしょうね、プロレスの話とかさ、うん、ちょっとそっちの方のね、そう、なんか私たちが欠席してる間になんだかプロレスの話してたみたいな感じでしたね、うん、そうですね。いやもうね、うん、まあ大体想像つくんですけども、うん、なんだろうね、落としどころのないトークがね飛び交って、え飛び交ってるんじゃないかなと予想されます。いや、至ってこう、まあよくね、うん、まあ真面目な多分話でね、はい、うん、このいつもと違うね、滑りないとなるんじゃないかなと思ってますけど、もう本当はねご遠慮したいんです。え、ご遠慮したい？ご遠慮したいんですけども、でもかねてからですね、やってほしい、やってほしいと言われますので、うん、はい、滑りないと、うん、3月19日、うん、いいですね、なんか楽しみになってきましたね。いやいや、だからね、あなただけでしょ。いやいや、どなたかチャレンジャーかと思いましたけどね。チャレンジャーではなかったね。ヤスさんが、はい、兄貴滑ってますって言ってますけど、あ、存じ上げておりますけど存じ上げておりますね。ヤスさんがこう山中さんに滑ってますと言ってます、ね、ちゃんと山中さん来てるでしょ。スピニングトーホールドについて真面目に語り合いたいです。あ、だよね。
もうこれはでも本当にね、いい技でございますんで、カットインが滑ってますよね。え、なんで？だっていきなりこれをスピニングトーホールとか出てくる。もうこれはね、もうすでにね、もうなんかこう始まろうとしてますけどね。FMJG 新一さんもプロレス技めっちゃ楽しみですっていう。滑り技なのかもしれません ね。メールいつ紹介してもいいですか？はい、お願いします。ジョージさんからです。ありがとうございます。王子ダンサンさん、みそにこみすきさん、はい、ここ数日寒さがぶり返してきましたが、お元気ですか？かろうじて、かろうじて、はい、私もすでに50歳を超えましたが、大衆食堂系に入った時は、いまだに大盛りご飯を頼んじゃいますね。ほら、見かけによらず。濃いめの味付け、おかずと一緒にご飯をかき込み、満腹になるのが何よりも幸せですね。でも代謝が落ちてきたせいで、みるみる体重が増えるようになりました。悲しい。でも健康な証拠でしょうね。ジョブちゃんそんな太ってるように見えないですけど ね。よっぽどね、私の方が成長期真っ只中ですね。真っ只中ですね。わがままバディがまた成長したってこと。わがままお黙り。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて山中さんが王子をえぐります。滑りながらつるつる。大丈夫だよ。滑り税理士先生ね、モンゴリアンチョップでね、お返ししますので大丈夫ですよ。記録を見るわよ。すいません、一応ね、はい、スポンサーさんでですね、はい、税理士法人ベスタックスの代表なんですけど、えぐられるっていうふうに聞いてね、もうね、ちょっとね、テンション上がりましたんで、はい、ね、何度も言いますけどね、はい、モンゴリアンチョップでお返しします。お黙り。多分ね、分かってらっしゃると思うんだけどな。はい、お引き取りください。メールまだありますよね。はい、続いて、はい、メールご紹介します。はい、進撃のめいちゃんからです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。画面が小さい中も生放送お疲れ様でございます。はい、失礼します。そうだね、失礼します。FM ギノワンの、新スタジオも少しずつリニューアルしていて、リニューアルオープンが楽しみですね。そして大盛り、私は牛丼は特盛り派で、つゆだく派。汗じゃないよ、王子。汗がついたくってことね。王子結構脇ついたくだよね。お黙り。嫌なつゆだな。でもその後ね、汗じゃないよ王子、変態って。どういうこと？それどういうこと？ね、牛丼はついたくにすると、美味しいわけですよね。ではでは、気がついたらあっという間に3月、早いものですね、ということでございます。はい。ね、早いね。早いね。早いね。早っていうことはさ、年取るのも早いってことだよね。ね。なんかそれが最近って、まあ何年か前からですけど、はい、王子結構早いんだよね、日に日に。日に日に早いんだよね。もう子供の時って、なんかなんであんなにね、時間経つの遅かったんでしょうね。でもあなたもう少し前から老眼じゃないですか。ああ、そうだね。FMJG 新一さんが昔、沖国大向かいのタンポポの食堂の大盛り丼が美味しかったですって、今ないのかな、ね、美味しかったですって、あ、ジュンニーさん、ラーメン服はもやしマシマシですって、はい、そうですね、名古屋ラーメン服っていう、ね、あのチェーン店があるんですけどね、もやしの量すごいですよね。ね、沖縄でいうところの前田食堂の牛肉そばぐらいな感じのもやしです。はい、ねえ、またいいんですよ、このもやしで麺に到達しない感じがまたね。このね、ジュニーさんのね、名古屋長命うどんの宇宙、長命うどん、はい、嘘、うん、これって何かな。長命うどんはね、昔よく言ってたんですけど、はい、宇宙ってその大盛りってことなのかな。宇宙、へえ、なんだろうね、嘘っていうのがなんかあったのかな。なんか聞いたことあるんですよね。ある、うん、なんだったっけな、またあれですね、知っていたら情報ください。はい、ということでエンディングです。来週のテーマは動画。
来週のテーマは動画です。動画サイトで食べ物系をよく見ていたなど、皆様の動画エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、宇宙はうどんと中華そば、うん、嘘はうどんとそばだそうです。あ、そういうことなんだ。なるほど、そういえば一緒になってました。うん、そうだね、うんうんうん、なるほど。なんか代わりに沖縄大使さん閉店からかなって言ってくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっとカメラの調子が悪くてすいませんでした、ね、すいませんでした、うん、前もこれがあったんですけど、はい、このカメラポイします。ポイするの？ポイなの？ポイしますということで、はい、来週もまた聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございます。